スイス地方の民族楽器アルプホルンは形こそシンプルですが、とても温かみのある音がします。アルプホルンとホルンの音色を聞いて心穏やかになっていただければ幸いです。アルプホルンはいわゆるスイスの民族楽器だと僕は思ってるんですが、まあ、スイスのアルプ、まあ、日本だとアルプスの少女ハイジで一躍有名になった楽器です。羊飼いが、まあ、多分羊を呼び寄せたりとかするように使っていたんじゃないですかね。シンプルな楽器なんでその、まあ、ちょっと難しいんですけど、自然倍音列っていうのがあって、まあ、出る音が決まってるんですよね。ドレミアソラシドって音階は吹けないので、もう出る音で曲が作られているという形の楽器です。だから、まあ、シンプルでありながら演奏は実は難しいです。ちょっと自然倍音列ちょっと吹いてみましょうか。どういう音が出るか。まあ、もうちょっと高い音出るんですが、まあこういう今の音を元に音楽が作られているって形ですね。この楽器はだいたい4メーター前後ある長い楽器です。皆さんこの楽器どうやって輸入したのとか、どうやって持ち運ぶのかっていう心配する人が多いんですけど、3つに分解されます。分解してみましょうか。まず1つ目がここにで分解できて、で2つ目がよいしょ、このように3つに分解することができます。
この楽器はやっぱりそのこういう山の中とかその高原とかで吹くとすごい映える楽器だと思います。なかなか見るとか聞くとか機会ないと思うんですけど、いろいろYouTube とかでも見ることができますので、皆さん探してみてください。次のバトンはソプラノの東園さんです。